歴史画。歴史画とは、西洋絵画においては、歴史上の事件や神話、宗教に取材した絵画を指す。歴史画を厳密に歴史上の一事件を描いたものと捉え、宗教が神話画とは区分することもある。西洋画のヒエラルキーの中では、宗教が神話画も含めた歴史画は、肖像画、風俗画、生物画、風景画を抑えて、最も評価されるものとして君臨した。 歴史が、A、ヒストリーペインティング、フツ、ペインツレディイーストワー t ド r ヒストリ m エンマロレイは、古代においては、権力者が戦勝を誇示するために作られた例が多く、古代エジプトでは、ラメセス二世神殿の壁画、また現在は、モザイクとして伝わる、アレクサンドロス大王の戦などが知られているほか、低成果のローマでも、凱旋門や記念柱に戦火を記録する浮き彫りが、 盛んに作られた。しかし一般に、西洋絵画において、歴史画というとき、主題と様式の双方において、古典古代の伝統を取り込むべく、ルネサンス期以降に、理論の体系化が進められた絵画のことを指す。しばしば参照されるのは、イタリアの画家、建築家アルベルティが表した、絵画論でピカチャー、1433、で、彼はこの中で、イーストリア、 物語、歴史を課題として扱うことは画家にとって最高の印だと記した。ここで意識されているのはギリシア・ローマの彫像や衣装、風景、伝説や神話と歴史的事件、それを描写した詩文や戯曲などの古典的著作である。歴史画に最高の価値を置く絵画館は16世紀のイタリアにおいてさらに発展し、17世紀のフランスまで引き継がれる。 この時期のフランスの代表的な歴史画家、ニコラ・プッスさんは、画家の題材は、高貴な事柄、例えば合戦や英雄的行為や宗教的テーマを扱っていなくてはならないと考え、その信念に沿って、アルカディアの牧人や、ホキオンの埋葬など数多くの歴史画の名作を残した。 この絵画館は17世紀のフランスにおいて王家による美術行政を取り仕切ったルブラや建築家のアンドレ、フェルビアン・デザボーによって王立絵画彫刻アカデミーの基本原理として取り入れられ、以後、生物画や風景画、風俗画よりも歴史画を高く評価する絵画の序列が制度される。歴史画家でなければアカデミーの教授には任命され得なかったし、サロン、観点でも 歴史画は常に上位に陳列されたのである。18世紀のフランスでは、オランダ絵画の影響を受けた、生物画が人気を博し始め、シャルダンやバトーが美術史上でも高く評価されるようになっていた。しかしアカデミー側は、実質的に歴史画家の特権団体となり、歴史画コンクールの開催や若い画家の古典教育拡充など、様々に歴史画の強化を図った。 18世紀半ばに奨励される歴史画の題材として王権側が発表した主題リストには従来のギリシア・ローマの伝説や神話に加えてフランスの歴史からも選ばれており歴史画が王政のプロパガンダとしても重要な役割を果たしていたことを物語る。こうした歴史画の強化政策は18世紀のフランスはフランスワドワイアン1726から1806 フランソワ・アンドレ・バンサン、1746から1816のような優れた歴史画家を生み出す。この歴史画復興の動きを背景に登場したダビット、1748から1825はフランス新古典主義の代表的画家であるが、革命以前にはアンドロマケの悲嘆1783によって王立アカデミー会員としてめられ、 コラティウス兄弟の近い1785や、ソクラテスの死1787など大画面の歴史画を多数制作した。この時期の壮大な画面構成や、光線の劇的な扱いといった手法は、革命後にナポレオンの首席画家となった後、彼の戦勝と異業を記録する数々の作品に生かされてゆく。革命とともに、アカデミーは制度化してきた絵画の序列は大きく、 損なわれ、フランスでの歴史画の伝統は、ロマン主義絵画において、ジェリコー、メドゥーズ号のイカダやドラクロは、民衆を率いる字の女神などへ受け継がれてゆくが、ここにはすでに、プッサンやアカデミー委員長たちが、目標に掲げていた、高貴さ、偉大さは影を潜めている。革命以後の歴史画は、国家の庇護を失っていたが、第三共和世紀に至っても、 フランスの美術学校では依然として宗教が神話画が描かれていた。この時期に留学した日本の洋画家たちが歴史画の摂取を試みており、原田直次郎、気流観音や山本法水、浦島津、黒田清照、佐都市、菅、城などはその代表的なものとされる。日本画においても明治期から 中国、インドの歴史や古事に取材した作品が盛んに描かれるようになり、その流れは松岡永久や安田幸彦らに引き継がれて力作を多数残した。浮世絵における歴史画とは歴史上の出来事、あるいは物語に題材を取ったものを指す。また物語の作者と同じ時代の事件を扱った事件画と言われるものも含まれる。江戸時代は、 日本国全体が閉鎖されていたのみでなく、各藩ごとに一種の閉鎖社会を形作っていた。そして、浮世絵を作り、また、それを楽しむそうの人々はさらに周囲が狭かった。社会意識は薄く、自分の手近なところのみであった。後期になると、ようやく物産の流通、街道の整備と庶民の交流交通も多くなって、国内的にはかなり社会の視野は広くなったとはいえ、 社会の階層は動かず、民間の報道は、現金、流言を流すとして処罰され、政治は全く、お神のことに属していた。それも幕末に、外国船が頻繁にトライしてくるにつれ、自国以外の存在や動きもようやく感じ始めるようになった。浮世絵の描く世界が、町人社会と有利の社会くらいであった時代は、すでに遠く、当然、浮世絵にも、 東代の世相が反映され、それらへの視野から表現欲も湧いてくる。こうした C の動きと自覚、また情報を得たいという自然な願いがしばしば歴史画に固くされて描かれている。鎌倉時代の富士の巻狩りを描いても、実は外国船だばらいの防備や訓練を風刺するといったものや、江戸幕府や将軍を多くのことなども、妖怪を借りて示すといったすり替え、風刺が描かれた。 しかし、ストレートに一気や政変清掃を描くには開国、あるいは明治維新を待たねばならなかった。もし、風刺という抜け道を通るのではなく、出版にいちいちチェックを受けるのでもなかったら、ほとんど底知れずに、貪欲な浮世絵はもっともっと広く、ビビットな社会的題材を示したと思われる。一方、歌舞伎においても、近世の歴史に取材した劇化が禁止されていた。 批判は元より、そうでなくても東大に触れるのはごットであったから、台本は常に古い時代に固くして、上演しなければならなかった。これが、そのままに式絵になる状態であったから、坂田金時のような伝説物以外では、歴史画が描かれることは少なかった。例えば、豊臣秀吉のことを描いても、その残党を刺激し、ついては現政権に関わるとしてごットになった。 北川歌呂らが処罰されたのも、これに関連していた。そのため、ともかく歴史は避ける方が賢明であったが、幕末に向かうにつれ、原平時代に時代を変えて、外国戦トライ騒ぎを描いたりしている。三国志、水古伝、西遊記のように翻訳物なら差し支えないとして、日本ものは避け、東土の関係のものはしばしば登場した。そういう中で、歌川国吉は、 歴史伝説、さらに時代風刺にも積極的な方であったし、近世の宮本武蔵を取り上げてクジラの奔放なイメージを広げたりしている。実際の史実が西経化されるのは明治維新後と言ってよい。勝てば官軍であるから母親戦争が描かれるし、西南戦争では大礼服を着たまま前線で指揮を取る西郷隆盛といった高等無形。 大時代的な錦絵も現れた。こうした想像で、浮世絵師が描いたのも、未だ速報的な手段方法がなかったためで、日清戦争の錦絵がそのピークであろうと思われる。ただ、日清戦争絵には、軍艦同士の海戦や兵器など近代戦の様相が表現されてくる。小林清近の暗城攻撃図で見られるサーチライトを照らしての砲撃などはその例の一つであった。しかし、 現実の戦争を描くとなれば正確、迅速、写実がおのずから求められてくるものである。すでに西洋画の技法を身につけていた浅井忠の従軍活動もあり、さらに写真の出現によって次の日露戦争の時には以前のピークは戻ってこなかった。このように正確な歴史画はなかなか育たなかったが、姿勢の人々は、 古事伝説的なものには大いに関心があって、浮世絵師にも、大津王年のような、詳しい人も存在した。古事的な西系は幕末になってからではなく、浮世絵の初期からあり、今となってはなかなか時がたいものもあるようである。岸川諸信の大鉱山主天童寺18枚シリーズ、あるいは一方から見ると、母子像であるが、歌丸の山乳シリーズなども、歴史画と言えるかもしれない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。